こういうデートもいいな。いいですね、本当に、はい、いや女の子行ってほしいな。いや、僕のセリフですよ、それは。親子のナンバー2に輝いたのは期待の新星的場涼介くんです。おめでとうございます。来てね、みんな大丈夫、全員大丈夫、大丈夫、皆さん大丈夫。あ、シュワ手取りが買いますでした。60万です、ね、全部で。これが夢ですよ。だって女性の人たちと LINE することないっすね、もともと。ああ20歳ぐらいまでまともに付き合ったことなかったし、女の人と、うん、触れたこともなかったです。それは何でですか。なんで興味なかったですもん、女性という生き物に興味がそこまでなかった。ホストやってなかったら、うん、多分ホストのこと今でも嫌いでしたね。ホストっていう職業自体が嫌いだったんで、うん、まあ、3ヶ月ちょいか、まあ、ホストの人すごいなって変わりましたけどね、うん、考えが。あのちなみに喋るのってずっと このトーンですか。ちなみに僕トーンはあんま変わんないですね、いつも。杉下なんですけど、はい、めっちゃ眠くなる。ああでもよく言えば落ち着くんですよ、僕の声は。なるほどね、よく言う。ああなるほど、説得されちゃった。はい、お着きました。飯食いましょう。飯これでいきます。これ乗りたいです。あ、これ乗りたい。乗りましょうよ。うわーやだー、男二人で。ちょ、浅草の街をこれで。なるほど。まあ、初めては女性と乗りたかったです。いらしたんですか。はい、どちらからお住まいは。僕もともと宮崎です。宮崎と、はい、なんなら俺が引いてもいいっすよ。そうですね。仕事にならない。ああすいません。失礼します。はい、どこに参りますんで、よろしくお願いします。僕の浅草ぶらり旅が始まります。もう100人いてますね。そうですか。はい、おお。浅草、浅草です。隅田川、めちゃくちゃチヤホヤされてます。インスタライブでも僕顔をドアップ、うん、インスタライブやってるんですけど、うん、最近的場くんのライブ見るおかげで、うん、なんか肌が綺麗になってきたとか。浅草です。浅草に来ております。いや気持ちいいな。寒い、寒すぎる。今横が孫さんなんですけど、こういうデートもいいな。いいですね、本当に、はい、いや女の子行ってほしいな。いや僕のセリフですよ、それは。ありがとうございます。ちょっとデートを楽しんできますね。デートさよなら。この短時間で200人ぐらい。すごいっすね。やっぱもう短時間でも、はい、僕の顔を見せるという意味があるので、しゃべりじゃない。いや楽しかった。楽しかったっすね。初めて乗りました。普通に乗り心地いいっすね。はい、僕浅草めっちゃ地元なんですよ。僕が知ってるところがね、うん、高級すき焼き。おお、もう本当にね、口入れた段階でもうない。すき焼き、マジですか。いいぐらい。え、本当ですか。あれです、あれあれ、浅草今今半。ほほほほほ、おお、すごいすごい。結構
きましょう。お疲れ様です。あう、ね、よかった、よかった。今まで食べたすき焼きで一番うまいです。それそうでしょ。、うん、ちょっと食べたいです。マジで食がもう細くなりました。本当にこっち来て牛丼の波でお腹いっぱいになります。うん、うん、お客さんとあれ新宿で会うんですか。でも渋谷で、渋谷に行きます、うん、僕基本新宿じゃ会わないですよ。あ、新宿って会わないんだ。休みの日は歌舞伎町の人間は歌舞伎町外から出ないと。あ、そうなんですか。移植中全部各所ですると。はい、はい、僕は全然出ますね。うん、そもそも嫌いなんで、前提が歌舞伎町が嫌いなんで。なんでおかしい人多い、下品というか。浅草寺行きたいです。歌舞伎町の汚れを浅草で洗い流します。すごい、パワーもらいますわこれは。お、おみくじやっていいですか。これですね。いきます。25。いやいや、そう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 。浅草寺の力を借りないと今はナンバーワンに勝てないです。神になんか願う努力、うんうん、願う暇があったら、うん、神になる努力をしろって誰かが言ってました。誰が言ったんですか。うちの社長です。あ、願う暇があったら。あ、なるほどね。神になる努力をする。やめてください。イケメンすぎて。来月も障子組になることじゃないですか。来月障子組多分抜けますね。もう抜けるんですか。抜けようかなと思って。あ、抜けようかなと思ってたんですか。自分で思ったら抜けるんですか。あ、自分で思ったら抜けれます。炎上させるか。ナンバー2に輝いたのは期待の新星的場亮介くんです。おめでとうございます。でもまあふさわしいかなって思ってますけど。
何を祈ったんですか。はい、何を祈ったんですか。教えてほしいですか。はい、名前になる、なるってよりかは人に恵まれるように、それが一番なんで。はい。